はい、こんにちは。では算数の授業を始めるよ。今回ね、小数の割り算の範囲に入っていく。今までね、掛け算やってきたけど、今回はね、割り算に入っていくからね。でまずね、小数の割り算の仕方を説明するからよく聞いといて。割る数と割られる数の両方に同じ数をかけて割り算しても小は変わりませんということで、割る数、割られる数の両方に、これね、同じ数ね、同じ数をかけても、かけて割り算しても小は変わりません。答えね、答えは変わりませんということね。で、例えば、四角割る三角は丸っていうね、こういった計算式があるとする。で、ここの割られる数に、星というね、何か数字をかけるんだ。で、割る、こっちの三角にも、星というね、なんか同じ、こことここに同じ数をかける。でも、答えは丸で同じですよっていうこと。こういったね、割り算の性質がある。これを利用して小数の割り算をしていくんだ。じゃあね、書いてあるとね、小数で割る割り算は、この性質を利用して割る数を整数にしようということで、割る数を整数にする。ということが小数の割り算のポイントになる。いいかな。じゃあね、具体的にちょっと計算していったら分かるから、まずね、1番、これ計算してみるね。10に割る 0.4 ってどうやるかって言ったら、割る数を整数にするんだから、割る数って言ったら 0.4 の方だね。こっちを整数にしていく。じゃあやっていくね。10に割る 0.4 は、両方ともに同じ数をかけて、これを整数にしたい。じゃあ、0.4 を整数にするには何をかけたらいいか分かる ?10 だね。10をかけたらいいって分かるよね。だから、こっちもこっちも10をかけるの。ということは、12に10をかける。割る、同じように0.4 にも10をかける。こういうことね。わかるかな。こちらの割る数を整数にするのが、まず割り算の、小数の割り算のポイントね。で、整数にするには何をかけたらいいか。この場合、10をかけたら整数になるなっていうのに気づく。じゃあ、こっちも10をかける。両方ともに10をかける。同じ数をかけても答えは変わらないってことね。じゃあ、計算するね。12×10 は120だよね。割る。0.4×10 は10っていうことは小数点を右に1個移動させる。4ね。120÷4 だったら今までね、整数の割り算だからできるよね。答えは30。というふうにしてやっていく。いいかな。じゃあね、2番。この 0.5 を整数にするには何をかけたらいいか。で、両方ともに同じ数をかける。3番、0.04 を整数するには何をかけたらいいか。それが分かれば、両方ともに同じ数をかけてから割り算をする。いいかな。じゃあね、2番と3番、ちょっとね、考えてやってみてくれるかな。じゃあね、映像を一旦停止して始めてください。始める。はい、できたかな。じゃあ見ていくね。まずね、0.5 を整数にするには10倍したらいいよね。ということで、30も 0.5 も両方とも10倍する。書くね。30×10。で、0.5 も10倍する。こういうことね。30×10 は300。0.5×10 は5。300÷5 は計算できるよね。60。ということで、2番答えは60になる。ここまでいいかな。じゃあ、括弧の3番。2÷0.04。0.04 を整数にするにはいくつかけたらいいかな。10倍しただけじゃ整数にならないってわかるかな。小数点何個移動させたらいいの？1、2だよね。2個移動するということは0、2つ、100をかけたらいいんだ。
だから 2×100 割る 0.04×100 は 2×100 は200割る 0.04×100 は2個移動させると4だよね。4。200割る4だから、50。ということで答えは50になる。いいかな。こういうふうにして小数の割り算はやっていく。これからもね、必ずね、割る数を整数にしてから割り算していくからね。じゃあね、次いくね。はい。では次は筆算をしていこう。で今回ね、さっきね整数割る小数だったけど、今回は小数割る小数の筆算をしていく。で例えば、ここにね2を書いてあるから、ちょっとねこれ説明するからよく聞いといて、自分でできるようにならないといけないからね。じゃあまず初めの問題、 83.2÷3.2 を計算する。 83.2÷3.2、さっきとやり方は全く同じなんだよね。何かって言ったら、割る数を整数にするの。だから、ポイントは、ここの数。ここの数を整数にすることがポイント。じゃあ、ここの数を整数にしたければいくつかけたらいいか。 3.2 を整数にするには10倍したらいいよね。さっきと同じだよ。10倍したらいいよね。10倍するっていうことは、小数点を右に1個移動させる。いいかな。で、割る数を10倍したら割られる数も10倍しなきゃいけないよね。さっきの復習だよ。両方とも同じ数をかけなきゃいけない。だから割る数を1個小数点右に移動するということは、割られる数も1個右に移動することになる。ここがいいかな。両方とも同じだけ小数点の位置を移動させる。するとここに点がいくから、要は832割る、ここに点から32、いいよね。832÷32 だから整数同士の割り算になって、あとはできるよね。この場合2が来て、 2×32 で64で引き算をする。19になって、で2が降りてくるよね。で192÷32だから6だなと。で6×12で6×38で1加えて19で引き算して0というね、今まで通りの割り算の筆算でできる。小数のね、割り算のポイントは小数点の位置だけだから。だから、こことここに小数点の位置があるな。つまり、832÷32だなって思って計算したらいい。いいかな。じゃあね、次、右の問題。これも同じように、ここを整数にすることからまず考えよう。ここを整数にするには小数点を何個移動させたらいいかな。 6.12 だから2個なんだよね。2個移動させたら整数になる。だからこっちも2個移動させようということだ。でね、ここ書いてあるけど、もともとは書いてない。つまり 15.3÷6.12 っていう、 15.3÷6.12 という問題ね。で15.3 の小数点を2個移動させたら、ここに間に空白ができるから、そこに0っていう数を入れる。いいよね。両方とも100倍するんだから、 6.12100 倍したら612、 15.3 を100倍したら2つ移動させたら1530だよね。ということで小数点の位置がここになる。あとは 1530÷612 という割り算を、整数の割り算だね。今まで通りやればいい。2が来て、22が4、21が2、62引き算をすると、603になる。で、今までだと2余り306。これが答えになってきたんだけど、
小数ね、この場合割り切れる場合にしていこうということで、ここにね、0がまあまあないんだけど、ここにね、0を1個加える。加えて、3060÷612 を次する。すると、5だなと。520。51が5に1くらいあって6。で、5630で引き算して0になる。というね、ここまでやっていく。0になったから、余り0だから答えは、どうなるかって言ったら25じゃないよ。2.5。ここの小数点は、移動した後の場所を真上に上がったところに小数点を打つ。2.5 ね。この小数点注意。よく抜けるからね。この小数点の場所注意ね。移動した後ね。移動した後を上に上がらせたところが小数点の位置。ここまでいいかな。これが割り算の、小数の割り算の筆算のやり方になる。じゃあね、説明読むね。割る数が整数になるように、今言ったよね。割る数が整数になるように。割る数が整数になるように、割る数と割られる数の小数点を同じ桁数だけ右に移す。やった通りね。いけるよね。同じ桁数だけ右に移すっていうのね。両方とも整数になるようにこう移すっていうことね。で、次、二つ目のポイント。小の小数点、つまり答えの小数点は、割られる数の普通した小数点に揃える。意味わかるかな？だから、さっきのここね、15.3 のここの小数点を上に上げるんじゃなくて、移した後、2つずつ移したから、移した後の小数点を上に上げるってことね。いいかな？移した小数点に揃えるってこと。いいかな？これがポイントになる。大丈夫かな？ちょっとやり方、ちゃんとマスターしてね。ではね、これで一通り理解できたなと思ったら、次ね、問題があるから。はい、ではね、次。次の計算を割り切れるまでしなさいってことで、1番から6番まで問題がある。じゃあね、1番だけちょっと一緒に見ようか。では、まずね、まず初めに考えることは、ここの割る数。割る数を整数にしようってことだ。今ね、10.8÷3.6 だから、3.6 をどうやれば整数になるのかなって考える。3.6 の小数点を右に、1個移したら整数になるなと、36になるなと。じゃあ、ここの小数点も同じだけ移す。すると、ここに点が来るから、108÷36 になる。108÷36 だから、今まで通り、整数同士の筆算、割り算の筆算ね。いくつになるかな？ 3 かな？ 3。3÷6÷18。サザンが9に1繰り上がって10。引き算をしたら余り0になるからこれで完了。答えは3。一番の答え3。というふうにやっていく。いけるかな？まずはここを整数にすることを考えてね。そのために小数点いくつ移さなきゃいけないかな。じゃあ同じだけこっちも小数点動かそう。それから計算をする。いいかな？ちなみに小数点の位置ここに来たから、これを真上に上げると3のお尻に小数点が来るから3点ってことで、つまり整数ね、3ってことね。じゃあ2番、3番、4番、5番、6番、残り5問ね。これをね、自力で解いていこう。やはりこれも映像を一旦停止して始めてください。始め。できたかな。では見ていくね。まず括弧の2番、 1.3÷2.6。 まず考えるのはここの 2.6 を整数にしようってことだね。だから、小数点を右に1個移したら整数になるなってことだ。だから 1.3 を右に1個動かす。
すると小数点のうちはともにね、数字の右につくから 13÷26 だ。 13÷26 ってあれできないなって考えるよね。できなかったらここに0がで、その次ね、ここの小数点の位置を上に上げるということは、つまり0を点になる。ここまでいいかな。ここの小数点の位置を上に上げるから0点ね。で、割り切れるまでしなさい。だからどんどんやっていこう。次、どうするかって言ったら、ここに0を書く。130÷26 だったらできるよね。5。5633余って、520に3足して13ということで、余り0になった。ということで、答えは 0.5。これが答えだ。やり方は大丈夫かな。小数点の位置をまず移動させて、13÷26 にするんだけど、13÷26 は、ね、小1にもならないから0ね、0。で、その後、ここに移した後の小数点の位置を上に上げて、点、0、点。で、次行こうということで、0を書いた。で、割ったら5だから、答えは 0.5 ね。じゃあ次、3番。4.34÷6.2。これも同じように、まず 6.2 をいくつ小数点移動したらいいのかなって考え。一つだね。一つ動かしたら整数になるよね、と。じゃあ、こっちも一つ動かそう。ここに小数点ある。つまり、43.4÷62。ということだ。じゃあ、まず、43は62で割っても0だよね。だから同じように0。で、ここの点を上に上げる。だから、0点ってなる。ここまでいいかな。で、次ね、いくつになるかな、7いけるかな。7。7に14。1繰り上がって、7642で43。これも0になった。ということで、答えは 0.7 ね。こいつやり方似てるね。0.7。では次、4番いこう。4番ね、ここの小数点の位置を何個移動させたら整数になるかなってまず考える。2つだな。だから、ここも同じように2つ移動させるんだけど、ここ何もないよね。何もないところには0を書く。つまり、340÷136 をすると考えよう。じゃあ、いくついけるかな ?2 いけるかな ?2。じゃあ、計算すると、2612。1繰り上がって、23か6に1足したら7。で、21が2。引き算しようか。8で、6かな。68。引き算したら68がいい。余る。だから、本来であれば、2余り68なんかなって考えるんだけど、でも今回は、割り切れるまでね、0を書こう。で、その時ね、注意しなきゃいけないのが、小数点の位置は上に上げるんだから、ここ先に点書いとこう。これ、欲忘れるからね、点を先に書いとこう。で、次、680÷236をする。5かな、5。5633余って5315に参加したら18だね。で5156に1足して6余りが0になる。ということで答えは 2.5 ね。いいかな。じゃあ、ね、次5番、6.5÷0.25。これも 0.25 をまず整数にしよう。いくつ動かしたらいいかな。 1,2,2 つだね。だからこっちも2つ動かそう。
するとここ空白ができるからここには0が書く。650÷25 ね、ここで小数で動かしたから 650÷25 って考えよう。じゃあ、まずここ5の上ね、ここに2いけるね。250で2人が1繰り上がって5で線を引っ張って、余りが150になるから 150÷25 何個かな、6いけるかな。6533繰り上がって6に10に3足して15、余りが0になる。で小数点の位置どこかなって考えてね、移動した後のところを上に上げるんだから、つまり6の右だ。だからこれ答えは26でいいってことね。一応小数点の位置確認しようね。26が答え。では、6番 0.224÷0.64、 これも同じように小数点を、2つ移動したら整数になるなと。だからこっちも2つ移動させよう。するとここだ、 22.4÷64。 まず整数の部分から考えてね、 22÷64 って割れないから0がまず来る。で、ここの小数点の位置を上に上げるとここに点がつく。で、次ね、224÷64 だから、これ何個いける ?3 4はいけないよね、3かな。3412361に1足して19、引き算すると23か、合ってるかな、32。まだ割り切れない、割り切れるまでしなさい。だからまだ行こう。後ろに0を書く。で、320÷64 だ、これいけるよね。5かな、5422繰り上がって5632足して32だから、これで0になる。ということで答えは 0.35 ということね。いけたかな。割り算ね、小数の割り算の試算はこのようにしてやっていく。もしね、できなかった人がいてたら、もう一回解いてみて。もう一回解いて、できるまで解こう。いいかな。でね、こういったね、計算ができるようになったら、これからね、小数の割り算、解けるからね。はい、ではね、あとね、今日は文章問題を2問やる。まずね、上の問題読むね。 12.5 リットルのガソリンで 100km 走る自動車があります。この自動車は1リットルのガソリンで何 km 走りますか。どういう式で解くんだろうってちょっと考えてね。2番の問題読むね。テープを 3.6m 買って代金を432円払いました。このテープ1メートルの値段は何円ですか。これもどうやって解くんだろう、式はどうなるんだろうって考えてね。じゃあ1番と2番映像を一旦停止して自分で解いてみようか。では始め。はい、できたかな。じゃあね、1番から見ていこう。12.5 リットルのガソリンで 100km 走るということで、1リットルのガソリンで何 km 走りますか。これね、結構ね、小数になると途端に分からない人が出てくる。例えばこれね、5リットルのガソリンで 100km 走ります、1リットルで何 km 走りますかって問題だったら分かるんじゃないかな。5リットルで 100km 走ります、1リットルでは何キロ走りますか。100÷5 をするよね。だから小数でも同じね。12.5 リットルで100キロ走りますって書いてるから、100÷12.5 をすればいい。100÷12.5 ね。じゃあね、暗算でなかなかね難しい人多いと思うから、筆算にしよう。
100÷12.5、こういうふうに書くね。100÷12.5。まずどうするんだったっけ。ここの小数を整数にするんだよね。そのためには小数点右に1個動かす。だから100っていうのは小数点は最後についてるから、これも右に動かすと間空白できるから、ここには0を書くんだよね。ここまでいいよね。じゃあ次、1000÷125すればいい。8かな。8544繰り上がって、8に16に4足したら20で、8182に足したら10で0と。小数点の位置はここにあるから、上上がったら8の後ろについてるから答え8ね、イコール8ということで、答えは 8km になる。じゃあ次、カッコの2番、テープを 3.6m 買って代金を432円払いました。このテープ 1m 値段は何円ですか。これも全く同じ。例えば 2m で432円だったら 1m 何円ですか。432÷2 ってするよね。同じだよ。 3.6 で432円だから 1m のテープは 432÷3.6 だ。いいよね。じゃあね、これも筆算にしよう。432÷3.6 で、どうやるんだったっけ。まず、ここの数を整数にするんだよね。1個を足した整数になる。だから432は整数だから、ここに小数点がある。1個を動かすと間に空白ができるから、そこには0を書くんだよね。じゃあ4320÷36ともってやろう。まずここ1 36、するとここ何個なるかって言ったら7だろう。次2を下に下ろすと72、72÷36だから2だなと。するとここ0になるよね。じゃあ12かなと思ったら、ここの0を放っていたらダメだよ。これ上に上げてね、0、この0を上に上げてね。ということで答えは120、括弧の2番の答え120円ね。ということでね、今日小数の割り算について、授業してきました。それでは今日の授業終わります。